はい、どうもゆきです。青春をなぞるパワープロくんポケット8実況プレイ続きやっていきましょう。あとはともこさんとデートした後のランダムイベント1個さえつかめばもう必要イベントは全部整います。それさえ終わったらあとは本当優勝するだけですね。もう女の子のこと考えてる場合じゃねえんだってお前。電話してる場合じゃねえよ。よ、え、入っていい？おい、お前どうやってここに？関係者以外がこのホテルに勝手に入ったらダメなんだぞ。侵入うまいね、ともこちゃん毎回。廊下に突っ立ってる方が見つかると思うんだけどな。早く部屋に入って。ん？女の声が聞こえたような気がするでやんす。そして毎回見つかる。しかしよくここまで来れたね。へへ、昔から私はかくれんぼが得意だからね。いや、隠れてないじゃん。へへ。で、何のためにここへ？はい、これ。バレンタインで。え？わざわざこんなもののためにだ？お前、それは言っちゃいけねえよ。ひどい。こんなものだなんて。いや、ごめん。でもそれだったらホテルの外でももらえるのにって思ったからさ。でもこんな時じゃなきゃゆきくんの部屋になんて来れないでしょ。ああ、なるほど。いや、ちょっと待て、それはなんか変だぞ。今日はこの部屋に泊まろうかな。もう泊まっていいよ。おいおい、そんなのバレたら大変だよ。嘘、私自分の枕じゃないと寝れないから安心して。で、何安心してんだよ。チャンスじゃないか。つかめそのチャンスを。ああ、今やらしいこと考えてたでしょ。そんなことないよ。また今度ね。え、もう帰るのか？違うわよ。え、ゆうきくんって可愛いわね。この後ともこと楽しく過ごした。お段と上がった。もうこれ何をして楽しく過ごしたのかって話ですよね。お分かりの通りです。皆さん、壁にコップを当てて何をやってるんですか？静かに。こうすると中の声がよく聞こえるのでやんす。聞かれてる。仲間評価は下がる。でも弾道が上がった。もうともこちゃん積極的、大胆。うわ、治療が全然うまくいかない。これ恋の病、全く治らん。なんでや。 OK、 治った。じゃあここからはちょっとねデートが必要なんすよね。デート後のランダムイベント、あ、これか。来た、よかった。 OKOKOK。もしもし、私、あ、違うやん、これリンさんやん。面白い情報が手に入ったの。はい、買います。なにさ、住宅街に獣現れるか。獣っていうくらいなんだから犬や猫とかじゃないんだろうけど、高級住宅街ですね。でもまあとりあえず調査してみるか。そして結構歩いても回ったけど何の気配もしないな。人の気配もしないけど今日はこれぐらいで。ん？何の音だこれ。なんか獣が。これは何かが向かってくる音だ。それも人以外の何か。獣の噂の獣か。ゆきちゃん、ゆきちゃん、あなたでしたか。帰るか。帰ろう。寿命伸びた、ありがてえ。寿命はね、怪我した時とかも減るんで、まああって損は全くしないものですね。で、ともこのランダムイベント。お、昨日新しいトレーニングマシンが入荷したんだ。見たことない形ですね。こう使うのかな。あー、ダメだダメだ。俺が手取り足取り教えてやる。ふい、わ、乱暴ですよコーチ。あー、後ろに花が咲いている。これは鬼ザメコーチイベント、完走なるか。あのコーチ、ん？あー、いや、なんでもない。いかん、一瞬あっちの世界に行ってしまってたな。それじゃあ本格的にやってみるか。全力でやりましょう。ふー、いい汗かいたな。うおー、この二人のポっていう表情やめて。コーチ、ああ、いかんいかん、よく頑張ったな。いやー、いかんよ、これは俺のお尻の危機だよ。ともこちゃん、が、いや、来ないな、イベントが。来ないとマジで困るんだが。どうしよう。これ、静止攻略に、というか、ともこちゃんの攻略に必須なんですよ。来い。そろそろ来い。来てくれ。トモコ来てくれ。あー、来ない。さあ、大事な序盤戦だ。勝って開幕ダッシュといきたいな。なんとしても勝つのでやんす。これ試合はね、試合はなんか優勝争いするためには3試合目までのうち2試合勝っ、 OK、 ナイス、勝ってないといけないんですよ。なんで、できればここで勝って安心しておきたいところはありますね。ちょっと後で能力上げとかないとな。あ、1点取ってるね。 OKOKOK。 あとは点数取られなきゃいいんだけど。アウト、アウト。くそ、ナイスキャッチされましたね。でもいいよ、0点で抑えてる。大神くん頑張ってるね。
あーどうだ、あいいいい、いたオッケー、走れ、よし、二塁ストップ、オッケー、この試合は結構活躍できてるんじゃないかな。オッケー、2点目入った、ナイスナイスナイス、3点、これは勝ったな。まずは1試合目はなんとか勝利で収められそうですね。オッケー、また抜け、よし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 、1・3塁、いいよいいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、かなり試合はお仕事できましたよと。よし、体力回復した、ありがてえ。いいぞいいぞ、ホッパーズ、やった、幸先いいぞ。おい、浮かれるんじゃないぞ、まだ始まったばかりなんだからな。監督、記者の方がお持ちです。あ、インタビューか、すっかり忘れてたよ。メモメモ、大丈夫かね。大丈夫だ、問題ない。この前の試合の盗塁は完璧でしたね。あ、ありがとよ。まあ、あの投手は牽制の時に癖があるからな。それって何なんです？いや、それは秘密だ。そんな教えてくださいよ。みんながその情報を使えば試合にだって勝てるじゃないですか。ダメダメ、知りたきゃ自分で探すんだな。お前のためなんだよ。え？少なくとも癖があるってことは石中さんが教えてくれたんだから、課題だと思って取り組めばいいんだよ。あ、そうですね、ありがとうございます。あの、ん？一緒に練習お願いします。懐かれましたね、完全に。寿命縮むんだよな、これ、輝くん。まあまあまあ、いいでしょう。後輩が懐いてくれるのはどの時代でも嬉しいことなんでね。じゃあ、あ、ちょっとこれトモコに任せるやってみようか。これで来たりしない？いやー来ない、イベントが本当に来ない。いやすごいな、どうしてなんだろうな。さっきから何をブツブツ言ってるんだい？いや、そこのブルペンでね、木村さんに会ったんですよ。で、前から見せてくれるって言ってた木村さんの奥さんの写真を見せてもらったんです。木村さんご存知ですか？かなりこのパワーポケにおいて、もうかなりというかめちゃくちゃ重要なキャラクターです。で、パワーポケ実は2の頃から、モグラーズの頃からチームにいた人ですね。木村さんってうちのベテランの？ええ、もちろんそうですよ。それでその奥さんがすごい美人でね。美人でね。なんかなんたらって重要にそっくりって感じだったんですよ。いや、そこのなんたらが重要だろうよ。それすごいな。まったくですよね。木村さん、あんなひげ生やして髪型もかなり変だし、それになんかも顔からしてスケベそうですよね。おいおいおい、よくあんな美人捕まえられたな。おいおい、言い過ぎだよ。けどよく考えたら俺の顔だって変だし、それに木村さんの方が選手として活躍してるし。いやいや、そんなことないよ。俺以下ではあるけど、お前もかっこいいよ。顔は向こうの方が変だと思うけど、男としてかなわないや。いやいや、本田君はまだまだ若いんだし頑張ろうよ。そうですね、俺より変な顔してるゆうきさんに言われたら元気出ました。おい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 、あ、それに俺の方が若いしまだまだこれからだった。おいおいおい、ちょいちょいディスってくんじゃねえぞ。じゃ あドライブデート行ってみようか。起きてくれ、そろそろ、マジで。いや来ねえ、全然来ねえ。なんで、なんでこんなに来ないの。総合練習頼むで、頼むで工藤、ほんまに。どうも投手陣がバテてきているようだが、序盤から飛ばしすぎましたね。今日は投手を温存しましょう。よし、みんな今日は早めに点を取って投手を楽にしてやってくれよ。はい、了解でやんす。いや、できることなら毎回そうしたいと思ってんだよ、こっちだってよ。なかなか難しいんだよ。ここ、あー、ダメだ、低め打っちゃいました。ダメだね。お、清原いる。いや、よく見て、あー、やば、あー、こっちだ、よかった。ホッパーズ1点取った、先制できてるのはありがたい。いやー、もう二岡好きかよ、ボール。なんでそんな二岡のところにばっか行く。俺の打ち方が下手だからや。いや、やべえ、2点取られた。まずい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 。ここ、よし、あー、ダメだ。ちょっと待って、ちょっと待って、この試合全然活躍できてないし。あ、でも、あー、これはチャンス、これ打つしかない。これ落ち着いて言うと、よく見て、よく見て、ここで決めるしかないよ。いける、あー、ちょっと待って、届かなかった。コーナーをついてくるな。あー、ボール球になった。くっそー、くっそー、最悪や。あー、24、やっべー、これ俺のせいだな。くそ、3試合中2試合取ればいいので、次の試合負けるわけにはいかんですね。あー、ここまで調子が良かったのに。なかなか波に乗れないでやんすね。こんなんじゃ優勝なんて無理だな。いかん、みんなの気持ちが折れてきてる。監督、ここは全員で気合を入れましょう。ん？何か言ったか、ゆうき。これはなんとかしないと。ちょっとまずい状況ですね。ともこさん、ともこさん、俺にイベントという名の
元気と勇気を分けてほしいんや。全然くれないあの人、厳しい、防御力高め。いやほんとこね、やばくね。あ、来た、やったー。これデート後じゃなくても起きんのか。またこちらの拠点が襲われたって。今度は怪我人は出てないけど、情報を奪われるのを防ぐために設備を爆破したから大損害ね。とりあえずこの支局を移動させることになったから、しばらくそっちとは連絡が取れないわ。ああそれは大変だな。ところで移動先は島木原ビルの5階よ。ああ、あそこね。それじゃ、ピッ、連絡しました。よし、連絡しました。よし、何がある。あ、でもちょっと待てよ、これもう一回ランダムイベント必要か。やべえ、間に合うのかこれ。いや、ランダムなんだよな。もうじゃあデートする必要ないんだよな俺。あれ普通に自分の認識違いだよな。デート後っていうわけじゃなくて完全にランダムで起こると。いや、ランダムイベント来てくれマジで。ちょっとこれまた試合あるんで能力だけ一回上げてきます。 OK、 ちょっと能力上げて、今パワー114のミート5ぐらいあるんで、で弾道3あるんで、まあそこそこ強化されたんじゃないでしょうか。じゃあ続きいきましょう。いやー、ランダムイベントが来るかどうかだな。てかそれだったらうろついとくか、せっかくだし。ミルキー通り、ジャンクショップ地帯。ママ逃げんで、わしもこれから反省した。もう違うんだって別に。お前やないねん。勝負？これや、これって腕をまくって何の勝負なんです？そりゃ腕や、腕相撲で勝負や。ああ、まあそれぐらいならいいけど。甘く見たらあかんで、わしはこう見えても町内の腕相撲大会で優勝したんや。さあ、早くやったらんかい。とりあえず相手しとくか。せーの、負けた。俺の勝ちですね。まあわしがザコに本気出すわけないやん。本気出したらお前の手首なんかイチコロやからな。そうなんですか。今日はこの辺にしといたろ。わしも忙しいしな。じゃあな、あんちゃん。また会おう。もう会いたくない。はい、言われたもの持ってきたよ。ありがとう。でも催眠暗示薬、簡単に犯罪に使えるヤバい薬だから悪用しちゃダメよ。私の出す報告書には用途と使用量をきちんと書かなきゃいけないし。じゃあ見ていけよ。ほら標的が来た。え？さて、明日からの3連戦どういう作戦で戦うか。すっごい。監督、大地監督、よし聞いてるな。あなたは試合終盤になると勇気の意見を聞きたくなる。彼の意見は貴重だ。勇気の意見に間違いはない。悪用やん。うまくいったようだ。思いっきり悪用してるじゃない。プロスポーツの勝ち負けに介入するなんて絶対にまずいよ。俺がチームにいる時点で介入になってるだろ。ホッパーズが好調なら必ずサイボーグ同盟は動く。それにこれはイカ様じゃないぞ。うちの監督が俺の意見を聞きたくなるだけだからな。まったくあんたの操作も年々強引になってくわね。強引が好きなのか、じゃあ反対なのか。うん、さっきのは褒め言葉よ。野球に入れ込みすぎてるのがちょっと心配だけど、これ以降の試合はあなたが全ての選手を操作しますと。いやー怖いですね。責任重大。試合も終盤か。監督、ここは代打でしょうか。そうだな、そうするか。ん、よし、うまくいってるぞ。だが試合に勝たないと意味がない。勝てるかな、どうかな。で2対2、1点取らなきゃいけない状況だね。ここからは慎重に行きたいので、しっかり向こうの球も確認しておきましょう。スライダーカーブサークルチェンジ強いね。で球速はどんなもん。うおー、サークルチェンジ。これストレートか、ストレートというかまっすぐか。オッケー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 。よかったー、スムーズにいけた。よかったー。いやー、まずは1試合なんとか。やった、勝ったぞ。うん、ゆうきくんの意見を聞いて正解だったようだね。ところでどうして試合中にゆうきに意見を求めたんです。ん、まあなんとなくかな。なんか変だな。感づくのがうまいね。みずきさんやるね、さすがだね。総合練習しつつ、あとはともこちゃんのランダムイベントだけだよ。ランダムイベントマジで頼むよ。せっかくここまで来たんだから、本当に本当にもう、ちょっと一回デートでご機嫌を取っとこう。じゃあ、公園行こう。あ、違うって、おっさんじゃないって。違うんだ、ともこちゃんのランダムイベントが。おー、かわいいワンちゃんやな。愛しおっさんやな。うわん。なんや。あ、来た、これか。いえ、今度は銃声かいな。とりあえず逃げたれ。あ、こら、わし置いてくな。白状の世の中になったで、しかし。いや、犬に置いてかれて白状釣られてもな。そして、あっちゃー、どうした？島木ビル、トラップでした。こちらの銃撃部隊、全滅、襲撃部隊全滅です。勇気の線がバレたかな。しばらくおとなしくするか。僕から情報が漏れてたと。え？俺から情報が漏れてる？そうだ。外部で活動中の全捜査員に別々の拠点を連絡して、
どこが襲撃されるか調べた。いや、しかし俺は、そうだ、通信が傍受されたとか、それはない。でも俺は情報を喋ったりはしてないですよ。ひょっとしたら意識せずに情報を喋らされてるのかも。そんなことができるのか。だってそうじゃなきゃあんたが裏切り者ってことに。いや、僕は裏切ってないんで、きっとその通りだと思います。僕は裏切ってないっすよ。そんな目で俺を見てるのか。あのね、ユキ、心当たりをよく考えろ。思い当たることがあります。一つ思い当たることがあります。でもこれは俺に任せてください。何をバカなことを。いいだろう、任せる。 おい、ありがとうございます。これはね、僕と彼女の問題です。さあ、ここも試合、ここ大事だな。ちょっともう一回能力上げしてくるわ。よし、なんとかこの試合勝とう。で、ちょっと体力が減ってきてるんで、うろついておきます。ジャンクショップ対、あー、もうこれカオルさん無理かな。もう一回は、まあ、それはそれで仕方ないけど、まあ、存在確認できて輪切りにいるって分かっただけで、もう、いやでも行きたいな。もしもし、そこのあんた。あ、俺ですか。あんたホッパーズの勇気だね。そうですか。あなたは。おいは警察の赤い刑事じゃ。バスのテロ事件を追いかけちょる。警察？ほいであんたに聞きたいことがあるんじゃが、ちょっとええか。いいですよ。じゃあ、あんたの経歴じゃが、ちょっと変なんじゃよな。なんか隠しとらんか、あんた。いや、ここはね、本当のこと言っちゃダメだよ。とぼけてごまかしましょう。いいえ、何のことですか。だいたいホッパーズに入団した経緯が不透明じゃの。高校で野球をしとらんかったやつがプロ野球に行けるもんじゃろか。それは偏見でしょう。プロで通用する実力があったからスカウトされたわけですし、今もクビになってないんです。ああ、そうかもしれんね。まあ確率ゼロじゃないわな。じゃあホッパーズの担当者に聞いてみたらどうなんです。それがどいつもこいつも口が堅いんじゃ。なんか隠しちょるな、あれは。多分気のせいですよ。もう行ってもいいですか。ああ、もういいよ。ご協力ありがとう。そのうちに尻尾をつかんじゃる。いや、嫌なやつに睨まれましたね。去年よりずっと頑張ってるのに、どうしてまだ3位なんでやんすか。だって勝率は5割ぐらいじゃないか。半分も勝ってるのにおかしいでやんす。きっとおいらたちは騙されてるでやんす。いや、そのとりあえず勝ちを重ねていけば間違いなく首位になれるさ。それなら頑張るでやんす。単純。じゃあここもね、試合落とすわけにはいかないので、ただ一応ね、3対2で1点リードの状況。ただランナー1、3塁まずいっすね。で、こっち木村さん、ベテランです。あーっとー、まずい。1点取られた。さらっと1点取られた。ここで抑えて終わりにしたかったんだけどな。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。まずいぞ、まずいぞ。よし、よし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 、2アウト。これ9回裏でなんとか1点取って終わらせてやりたいね。 OKOKOK、 いいよいいよいいよ。で、カーブ、よし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 。もう1球外すか、シンカーで。 OK、 ナイス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 。じゃあここで、ここでしっかりと打っていこう。1番からの高打順、向こうの能力もしっかり確認。スライダーフォーク、 OK。で、球速を1回1球様子を見る。あー、もう遅かった。150って書いてあったのにミスったな。あー、こんなもんか。いけるいけるいける。 OK、 まずはランナー1塁、1塁に置きまして、まあ、バントで進めるべきなんでしょうけど、僕はバントが下手なので、壊滅的に下手なので、ここは素直に振っていく。あー、そっちか。あ、でも OK、いいところに転がったね。嘘、そこエラーする？マジか。オッケー。まさ、そこエラーする？しかも、何？魔物にでも取りつかれてんのか、お前ら、甲子園の。甲子園じゃねえけど、ここ。うわ、なんかまさかの連続エラーで勝てました。あざっす。よかったよかった。勝った勝った。どうしてこんないいチームが今年限りなのかね。いやいやいや、俺にできるのはこの優勝を記憶に留めることだけだ。ホッパーズ万歳。ありがとう。じゃあ今回はこの辺で終わりにしておきましょう。ともこちゃんの、ともこもりさんのランダムイベントも無事に出たので、これでもう必要なイベントは全て終わりましたね。あとはうろつきメインでちょっといろんなイベントを見て、過去作のキャラクターとかも探していきたいと思います。もうそろそろ実況終わりですね。あと2パートぐらいかな。ぜひとも楽しみにしておいてください。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録